はやとマッハチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は1979年に行われたケンパテラ対フランクモンティの試合を振り返ってみたいと思います。ミュンヘンオリンピックウェイトリフティングアメリカ代表という実績を引っ提げ、鳴り物入りでプロレス入りを果たしたケンパテラですが、バーンガニアの指導のもと本格的なレスリングを身につけ、 AWA 地区を中心に活動しています。この日はマディソンスクエアガーデンでアントニオ猪木と対戦経験のあるフランク・モンティと一騎打ちです。序盤戦は試合巧者モンティに対してパテラはレスリングで圧倒します。しかしモンティが反撃に転じると、パテラは得意のパワー殺法でモンティの反撃を封じます。最後は得意のフルネルソンでモンティからギブアップ勝ちを奪いました。パテラの勢いはとどまるところを知りません。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。全国3000万プロレスファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。